こんにちは、みーチャンネルです。タイ2日目は iPhone で撮影しています。これからワットポーに入ります。入場料を払うとチケットと可愛いお水が1本もらえます。建物には靴を脱いで上がります。大きい大仏様が有名ですが、実物は想像していた以上に大きくて迫力があります。周りを一周してみます。袈裟を着たお坊さんたちもお祈りをしたり写真を撮ったりしています。やっとつま先まで来ました。壁には一面に絵が描かれていて、すごく豪華な感じがします。足の裏にも綺麗な貝殻で絵が描かれています。やっと一周しました。このシーサーみたいなやつはタイではシンハーというらしいです。これがビールの名前になっているのはちょっと面白いですね。たくさん立っている塔のタイルが綺麗なお花柄で、それぞれにいろんな模様があってすごく可愛いです。王宮の中には猫もいっぱいいてすごく癒されました。
渡し船で川を渡ってワットアルンに向かいます。ワットアルンに登ります。階段がめちゃめちゃ急です。ワットアルンは基本的に壁が白くて、そこにお花柄のタイルが埋め込んであって、すごく可愛いなと思います。ここまでしか登れないことです。来ました。そうなんだ。書いてないけどね。登れないんだね。お家を見終わったので、駅から電車に乗って気になるカフェに行ってみます。ここは地下鉄に入るところの地下街なのですが、なんとコンビニに私の大好きなセブンティーンアイスが置いてありました。めちゃめちゃ食べたかった。丹路駅に着きました。ここで2軒気になるカフェに行きます。おしゃれなマンションがたくさん建っていて、ちょっと高級なエリアです。
かわいいカフェが。まずはハンズ&ハートというカフェで、すごくクールな感じのカフェです。アレンジコーヒーがいろいろあってすごく面白いです。カフェの中では写真に夢中で動画を撮り忘れてしまったので写真をお見せします。次に行くカフェは素敵な複合ビルの中に入っています。ローストというお店でタイのコーヒーも飲むことができます。ご飯もスイーツも本当に美味しかったのでおすすめです。ということで2日目終了です。タイ楽しそうだなと思った方、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。